なんこれ、ミーンとかで増えてる。え、なにこれ、え、ミーンの衣装が増えてるんだけど、初めて知った。お、すげえ、イルカとかパックンフラワーとか花ちゃんとかある。猫耳もあるじゃん。おい、ふざけ、なんでいつも新捨て選ばねえやつがいるんだ。終わってるって。逆張りオタクにも程があるだろ。せっかくのアップデートなのに、過去に取り残されてるやつだが、ここは確率で 90% オッケー。危な、すごいなこれ。深海か、あ、ここも初見で1位取っちゃおっかな。おはようございます、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。やっぱ朝からマリオカートというこの幸せ、ちょっと待って、何に当たった今。まあいいや、とりあえず、あ、このステージあれか、この矢印があるってことは一周ごとに風景が変わっていくやつかな。やっぱ水の中だからイカちゃん弱体化され、おー、すげえ、まあ、右行っちゃおう。まあ、僕右手なんでね。いや、僕は右手じゃない、僕は右手が利き手なんで右行っちゃいます。おお、すごい。いや、背景マジ作り込みえぐいな。やっぱ背景に毎回目いっちゃうんだけど、コースに集中しないと。危ない、やばい、みんなケツにつけてるからぶつかりそう。おもんないって、その空中で撃ち落とされるのは。すごい、水が綺麗すぎる。おお水中とかマジテンション上がるよな。しかも今回夜なんかこれ、危ない。いや、インドリキノコかましたけど、ブーメランはブーメラン発言すると火力が上がるらしいんですけど、あの人は多分ブーメラン発言しなすにいたな。あれはゆうちょ銀行といったところか。やばい、ここで6位か。まあ、ラスト1周で本気出しても今のところまた茶番なんで、これしっかりケツにつけといて。いや、怖え、赤コアラ後ろに投げんだよ。なんでこれ、やっぱ周回ごとにステージ変わってるわ。おー、ね、さっきと違うもんね、これ。危ない、なんとなくケツで守ったけど、なんか若干崩れてるな、遺跡が。危ない、ギリギリ。この初見でね、初見のマリオカートが一番おもろいからな。何の何を分からん状態で。でも、このドスいらなくね。絶対当たんねえだろ。やばい、左だった。なんかこの矢印を早めに認識していけ。やべ、ハングオンバイク、ハンドリングバイクさ、こういう初見に弱くない。ドリフトが後打ちじゃ絶対間に合わないとか言っても、とりあえずバナナ適当に不法投棄でしょうか。でワンチャン当たるんじゃね。いや、あ、なんだあれ、貝殻の中にアイテムがあったよな今。あれ取ったら激アツアイテム。おい、ふざけんな、なんで僕引いたし今。しれっと引いたけどな。あ、インドリキノコ、あ、なんか噴水みたいな、これ、これアクション。おお、いいね、めちゃめちゃおもろい、ギミックが。やべ、ステージが長い、思ったより。え、あとどんぐらい、これラスト1周だよな、もうゴール近いんじゃない。やばいやばい、ちょっと待って、あ、パック来た。これで、これで全員潰すわ。お、どけ、邪魔邪魔、やばい、曲がりきれねえ。水中だとハンドリングむずくない、普通に。やばい、ゴールだこれ。は、おい、ちょ、おもんない、もう中ドーベーじゃん。誰だよ、ゴール際に後ろに放ったやつ、意味ないじゃんそれ絶対。もう性格が終わってるやつらしかいねえこのゲーム。みんな新キャラ使ってなくない、僕だけじゃん。せっかくアップデートあったのにな。え、な、これ何のステージだ。レインボーロードだけど、これ新してたよな、レインボーロード。結構4つぐらいない結局。あ、待て、あっち、これあっち、既視感ある。やべえ、思い出のステージだこれ。よっと、僕も Wii のマリカが一番大好きなんで、一番世代なのが Wii なんで。あっ、うわ、思い出爆発なんだこれ。いや、友達ん家にマリオカートがあって、僕持ってなかったよね Wii のマリオカート。それ、おい、ちょ、え、ここジャンプできたよな。しかもなんか落ち方が懐かしい、大気圏突入の演出懐かしすぎる。あ、でもまんまだな結構、なんかやっぱ綺麗になってるわ。え、マジで綺麗すぎだろこれ、やばー。いや、ここ1位取りてえな。いや、神曲なんよこれが、本当に。で、友達ん家に Wii のマリオカードがあって、それ遊ぶためにめちゃめちゃ友達ん家行ってたわ。ファンキンコングのハングオンバイク使って、いや、今と変わんねえな、やってること。使うキャラは違うものの、バイクとか同じだほぼ。今お互い大きくなったけど、未だにその友達とはドチャクソ一緒に遊んでる。変わってない、 Wii がスイッチになっただけで。な、こことかでよく落ちてたんだよな、ドリフトが効かずに。あ、でもなんか結構走りやすくなってるくない、原作の Wii と比べて。原作の Wii めちゃめちゃ落ちてたんだよな。そう、ここもっと急降下で、ほんと90度、直角90度とかでめちゃめちゃ落ちてた記憶があるんだけど、割と走りやすくなってるわ。まあ、そんなんな、原作のプレイしてる僕ならこんなん、初見で1位、いや、もう初見じゃないのこれ、思い出補正でもう気合見せろ。おら楽しすぎる、一番楽しいこのステージが。いや、これでちゃんと紫ターボまで食べる、ガチでいくわこのステージ。
ちゃんと1位取ろう。いや、イカちゃんで来ればよかったかもしれない。でも意外と走りやすいぞ、このキャラクター。なんだっけ、名前わかんない。オデッセイのキャラクターだよな。よし、これ左行く。あ、これ、ずっと僕左派だったんだよな。で、友達は右に行ってたんだよね、みんな。いや、懐かしい。で、ここでアイテム合戦して戦うみたいな。いや、結構ガチガチやってたわ。友達は骨クッパ使ってたんだよな。じゃあ僕は Wii は、Wii のヌンチャクでプレイしてた、ヌンチャク。ヌンチャク知ってるかみんな。Wii にもう一つつけるアダプターみたいなコントローラーがあって、それ二つつなげて、二刀流で戦うみたいな。あとで、お、1位来た。まあまあまあ、トゲゾー一回来てるから、多分来ない。だからここ、アクションをすべて決めていく。華麗なジャンプを見せていく。やべ、ちょっと待って、緊張してる。大丈夫、冷静に。いや、ここ本当はキノコでショートカッティングできるんだけど、今回はキノコがないといったところで、これ紫ターボまで行ったのか。いや、熱い。これ、初見で1位取れたらマジ熱くない？これ思い出の勝ちといっても、過言ではないのよ。これ完全に、コサン勢歓喜といったところか。これ、インドリギリギリ取る。で、これ左のまた。慣れ親しんだ、左ルートへ。完璧なハンドリングさばき。え、待って、これめっちゃ独走じゃない？しかも、アイテム神じゃん。何気に。トゲゾー来ても勝てよ。これは、圧倒的一致。楽しすぎる。え、待って、このステージもう一回走りてんだけど。え、まだ1位。まだ1位だ、僕。おお1万レート帯を独走しといたわ。ユイが独尊。再び Wii のレインボーロード、我らの故郷だね。え、分かったわ。ここもう庭だから。ここもう目つむってもレースできるかな。2回連続1位取っちゃおっかな。前によくわからんやつが、花ちゃんバギーとか未だに使ってんのか。そんなんじゃダメだぜ。今の時代、このオデッセのキャラで、ね、そう。新キャラでか、もうちょっと待って、赤コーラのヒット率やばくない？まあ、12位、いい走り出したね。あえて底辺が始まることによって上がることの快感を覚えていく。さあ、ここでジャンピングかましょう。これよ、これ。これが一番楽しいよ、マリオカート。ここ、トリプルショートカッティング、危ない！ちょっと、バナナを食い散らかすところだと危ないな。ちなみにこのレートは、世界レートマッチングなんで、日本以外のプレイヤーもいると。これ左行くわ。ここ危ない。このドリフトが気持ちいいな。これ左にシフトする瞬間の危ねえ。マジギリギリだな。え、さっきと違う？さっきはなんか 100cc だったとか、今 150cc かな。さっきより速い気がする。危ない。いやー、これ当たるか。まあまあ、リカバリーキノコがあるんで余裕じゃね。やっぱ体乗ってきてるね。やっぱ慣れたステージっていうのはいいものがある。あ、イカちゃんいるわ。イカちゃんは可愛いので攻撃はしないでおこう。危ない。ここのさ、スプラットあんま意味なくない？一瞬でかき消されるんだけど。あ、Wii だったらさ、ここめっちゃ振ってたんだよな、そう。Wii はさ、アクションボタンがなくて、振るっていうアクションだった気がする。それでめちゃめちゃ必死に振ってた記憶があるわ。やべえ。完全に、いや、もう、おもんねん。なんで投げる赤、何にやられたとかさ、スプラトゥーンみたいにちゃんと書いてほしい。スプラトゥーンだったらさ、スプラッシュボムにやられたとか書いてくれるのに、今回ゲストの出現率高いけど意味ないな、本当に。赤コーラ投げるんだったらもっと1位とか、目先の敵に投げるんじゃなくてさ、もっと1位目指そうぜ。どうされだろう、上位3位以内に入ってたらいいだろうみたいな感じでしょ。1位以外意味ないんだよ、このゲームは。ここでもみんな分かってないな。道理と、危ない、そう、1位かドベかみたいな、そんなところある。危ない、今パックいた。まあ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 、これ男女平等パンチなんで危ない。あ、見えなかった今、緑コーラ。やっそ、これちょっときついな、基礎乗る。ちょ、今日運悪いな、僕。やばい、あ、コーラ、引かないで、お願い、危ない。あいつ普通に引いてくるからな、人の心とかないんだろうな、人じゃないし、許そう。ここは、アクション取って、あ、くそ、キノコ欲しかったけど、これ当てるわ。いや、きついな、今、青コーラ一回、あ、あ、でも、ロキ、ミスってる。いや、ただこれ、インドリ、おお今ハングオンバイクの見せ所来たわ。でしかもしっかりガードして、そう、バイクのいいところはドリフトがギリギリでできる。交換して、いや、これ2回連続このステージで1取れたら熱いぞ、マジで。いや、思い出の勝利になる。そしたらよし、緑コーデあるけど、いや、このまま頼む、来ないでくれ、お願い、やめてやばい、コインしかない。だが勝ちもしていく。神ステージすぎる。うわ、楽しすぎる。やば、めちゃめちゃ走りやすいんだけど。やっぱな、子供の頃に何百回プレイしたゲームはそう簡単に塗り替えされない。そういうことや。マジでステージ綺麗すぎるだろう。